中国の河北地域と東北地域が深刻な洪水に見舞われています。特に河北省の拓州市では現在、数十万人が救援を待っています。しかし、中国共産党の高官たちは、災害現場に一人も姿を現していません。それどころか、中南海の高層たちは、北大河で休暇を過ごしています。現在、州市の救援活動は、統一的な調整が欠け、 ほとんど無政府状態にあります。中国公式メディアの報道によると、中共中央政治局常務委員であり、中央書記書書記の佐伯氏が3日、習近平総書記の委託を受け、北大河を訪れ、夏季休暇を過ごす、専門家に心からの挨拶を伝えたといいます。現在、河北地域と東北地域がまれに見る洪水災害に見舞われているときに、 蔡毅氏は広く世界に注目されている洪水被害について全く言及せず、専門家に対して、習近平総書記の専門家や人材に対する関心を覚えておくようにと述べました。一部の分析家は、中共の高層指導者が毎年夏季に北大河で休暇を過ごすことが伝統となっており、公館や退職した高官たちが公式または非公式の交流の場として利用し、 重要な政治や人事に関する議論や決定を行っていると指摘しました。しかし、習近平氏が権力を握った後、北大河での休暇中に政治的な議論が徐々になくなっているとの情報が出回っています。ロイター通信によると、匿名を求めたある中国学者は、退職した指導者たちが以前のように、本音を話したがら亡くなったと暴露したといいます。しかしか 中南海の高官らは依然として、夏に北大河で休暇を過ごしています。一方、これまでのところ、中共の高官らは、一人も被災現場に赴いておらず、小レベルの高官すら被災地に姿を現していません。タク州では現在、何十万の人々が水に閉じ込められ、救援を待ち続けています。Hey, is different. It's Ganjing World.